ヤマトさん、ちょっと話があるんだけど。俺もだ。ナギのことだろ。ヤマトさんも気づいてた？あいつ変だよな。ああ、このところ様子がおかしい。やっぱり聞いてくれよ。この前なんか部屋の片付けしながら物が捨てられないって泣いてたんだ。それはいつも通りっしょ。違うっつーの。お前さんにココナグッズ整理しろって言われて、いつもベソ書いてんじゃん。また別のニュアンスだよ。ああ、もうわかんねえかな。おっさんは？ナギがどうおかしいって？それがさ、二次元に逃避するって言って、何時間もずっとアニメ見てたんだよ。はいつも通りじゃん。違うんだって。こうやってることはいつもと同じだけど、なんか雰囲気が違うんだよ。分かって？まあわかるかも。あいつは何か隠してる。俺ならともかく、散々隠し事をするなって言ってたナギらしくないだろ。そうだよな。次の歌番組の出演が終わったら聞き出してみよう。どうもありがとうございます。頑張ります。はい、ありがとうございます。最近よく声かけてもらうようになったよな。最近ってか、フレンズデー以来。トリガーの歌を俺たちが歌って、スカッとした人は多かったんじゃないの。トリガーのファンじゃなくても、つくものやり方に不満を持ってる人たちはたくさんいるってことさ。そうだな。あいつらはどうする気なんだろう。あいつらって？ズールだよ。マネージャーの声だ。俺たちの楽屋からだ。行ってみよう。マネージャー、どうした？ナギ、桜メッセージ歌いたくないなんてどうして？
さくらはるきさんのこと思い出しちゃうから。それはどの歌も同じでしょう。モップでは七つ色リアライズを一緒に歌いました。ノーノー、歌いたくないわけではありません。四季がテーマなら他にもふさわしい歌があります。例えば夏しようぜ。夏しようぜは今トリガーの歌だから。おう、そうでしたね。そもそもなんであの歌苦手なもんみたいに遠くにやろうとすんの？していませんよ。してるよ。俺と仲良くしたいっつってた昔のそうちゃんみたいな顔をしてんもん。そんな、桜メッセージ苦手になってしまったのか？あんたは形だけでも否定しろよ。前は苦手なんかじゃないって否定してただろ。最近俺に気使うのサボってる。サボってないよ。玉木くんのことも苦手じゃなかった。玉木くんといる僕が苦手だったんだよ。どうして歌いたくないんだ、ナギ。俺は好きだよ、桜メッセージ。アイドリッシュセブン初のバラードじゃんか。そうですよ。大切な人を思う優しい歌でしょう。いつでも君をひそやかに思っていると。そうですね、わかりました。歌います。ナギ、無理強いしたいわけじゃない。理由があるなら言ってくれっつってんだ。お前がいつも言ってることだ。No problem です。歌いましょう。ナギ、やはりできません。大切なあなたたちにあのような歌を歌わせることなど。あのような歌？さくらはるきさんの曲なのにどうしてそんな風に。アイドリッシュセブンさん、スタンバイお願いします。どうしたんですか？もう番組が始まるんですよ。他のアーティストにも影響が出ます。